世界太极拳联盟的陈赞旭理事长，还有各位顾问理事一行，欢迎你们来东营，我刘忠重新欢迎你们。私は今ご紹介がありました東浦町教育長の稲葉浩一と申します。刚才从日语已经介绍到我了，我是教育部的局长，我叫赵烨。皆さんが、シアさん、ここに見える、三河同好会の仲間の皆さんを訪ねて東浦町へ来られましたことを、とても嬉しく、私も光栄に思います。今天大家来、世界联盟大家来东湖町，我也赶着来东湖町，我也很想看谢老师，还有世界联盟台湾的太极拳，所以我特别从我也东京过来，非常感觉到很光荣能见到世界联盟的各位大家。皆さんと東浦の日本の人たちが太極拳を通して親睦を深めることは、台湾と日本の心を結ばれることとなります。これからも交流を深め、台湾と日本の架け橋になっていただけるととても嬉しいです。我希望呢，从今，我们不是只有一次啊，我们好几次交流会了。